ジョージ・ホードリーはアメリカ合衆国の弁護士、政治家。1884年から1886年までオハイオ州知事を務めた。1826年、ニューヘイブンに同志の市長だったジョージ・ホードリーとメアリー・アンウルジール・ディの第三子として生まれる。1830年にクリーブランドに家族で移住。ケース・ウェスタン、リザーブ大学で法学を学び。 ハーバードロースクールに進んだ後に弁護士資格を取得し、シンシナティにあるサーモン・チェースの法律事務所に勤務した。チェースが自身の政治活動で多忙だったために、ホードリーはチェースに代わって法廷に立つ機会が多くなり、実務経験を積むことができた。1859年から5年間シンシナティの裁判官を務め、1866年には独立して、 法律事務所を設立した。ホードリーはもともと民主党員であったが、チェイスの影響を受けて共和党に倶り替えした。しかし南北戦争後に奴隷制が廃止されると、奴隷制廃止を支持する党の方針に不満を募らせ、1870年代半ばに民主党に復帰した。1876年、アメリカが州国大統領選挙において、ホードリーは、 民主党候補として出馬したサミュエル・ティルデンの利益代表となり、1880年には民主党全国大会の代表を一時務めた。1883年のオハイオ州知事選に民主党候補として出馬し、共和党候補のジョセフ・ベンソン・ホラカーを12,500票差で破って当選した。翌1884年1月14日に知事職に就任した。 ホードリーは不人気な政策を取ったため、大多数からの支持を失った。同年、売信に関する疑念から新シ,シナティで暴動が勃発し、暴動に発展するまでのホードリーの対応が遅れた、ために50人以上もの死者を出す惨事となった。翌1885年のオハイオ州知事選で、ホードリーは、ホラーカーに敗れ、知事の座を明け渡すことになった。任期終了後のホードリーは、 正解から退き、弁護士としての活動を再開した。1887年には、ニューヨークに移って新たな会社を設立した。1902年夏、急性機関支援のため、ニューヨーク州、スカイラー軍のワトキンスグレンで死去した。死後、シンシナティのスプリンググローブ墓地に埋葬された。ありがとうございます。